法律的外観をまとってはいるが、本質的には政治的である目的を達成するために本裁判所は設置されたに過ぎないという感情を正当化しうるような行動は、地方裁判所として本裁判所の成し得ないところである。戦勝国は先輩国に対して憐憫から復讐までどんなものでも施しうる。しかし戦勝国が先輩国に与えることのできない一つのものは正義であるということが言われてきている。少なくとも、もし裁判所が法に反する政治に根ざすものであるならば、その形や体裁をどう繕っても、上に述べた懸念は実際上その通りになるであろう。正義とは実は強者の利益に他ならないというのでない限りそうである。万一本裁判所がかような政治問題を決定することを求められているのだったとすれば、審理全体は全然異なった様相をとったであろうし、また本裁判所の取り調べの範囲も今まで裁判所の許したものよりはるかに広範なものとなったであろう。かような場合、裁判を受ける者の過去の行動は単にある証拠事実を提供するにとどまったであろう。真の究極の証明すべき事実は、世界の公の秩序と安全に対する将来の脅威であろう。かような将来の脅威を判断する資料は本裁判所には絶対にない。検察側も弁護側もこの点に関する証拠提出は絶対に要求されなかったのである。この問題はおそらく今日まで世界に暴露されなかった諸事実の広範な調査を確かに必要とするであろう。ナチの侵略者らが葬り去られ、日本の共同防御者らが獄屋につながれている時、なお権威ある筋から世界の状態が我々の理想と利益を今日ほど脅かしていることは史上かつてないという声を我々は聞いている。憂鬱な事態の姿はナチ体制の高圧的な計画的行動の再犯であるという声を世界は聞かされている。確かにそうであるかもしれない。または心中の虚偽によって、すなわち意志と英知の初期の枯渇によって欺かれているに過ぎないのかもしれない。現在国際世界が過ごしつつあるような艱難深刻の時代においては、あらゆる弊害の源泉として虚偽の原因を指摘し、それによってその弊害がすべてこれらの原因に帰すると説得することによって人心を誤らせることの極めて容易であることを実に誰しも経験しているところである。このようにして人心を支配しようと欲する者にとっては、今こそは絶好の時期である。復讐の手段に弊害の本質から見て、それ以外に解決はないという外望を与えて、この復讐の手段を大衆の耳に囁くには、現在ほど適当な時は他にない。いずれにしても、司法裁判所たるものは、かような妄想に手を貸すべきではないのである。単に、執念深い報復の追跡を長引かせるために正義の名に訴えることは許されるべきでない。世界は真に寛大な画量と理解ある慈悲心とを必要としている。純粋な憂慮に満ちた心に生ずる真の問題は、人類が急速に成長して文明と悲惨との競争に
勝つことができるであろうかということである。我々は今まで慣れてきた考え方を急速に変えなければならない。かつてその必要のあった場合よりもっとはるかに急速に変えなければならない。我々は組織的に一切の戦争の主要原因を縮小し排除することを始めなければならない。この言葉は全く正しい。かような原因は一国三業の潜在的戦争力に損するのではない。問題をこのように見ることは単に我々の現在の問題を古い問題の単なる再現と感じることに過ぎない。我々は次のことの理解を忘れてはならない。すなわち現在の問題は原則的に新しい種類の問題である。それは単に一国の問題が世界的関連を持つというのではない。それは世界の問題であり人道の問題であること、議論の余地もないのである。我々はこれらの大問題は1914年以降我々を悩ました問題がもっと複雑になって再現したものに過ぎないという考えでこの問題と取り組むことをやめなければならない。原子爆弾の意味するものをして地上の各人民が平和と正義の中に生きうる方法を思慮ある人々に探求させることを怠らせてはならない。がしかし敗戦国の指導者らの裁判とその処罰の中に示された一連の行動には上の原子爆弾の意味するものをよく認識しているという印は見られないのである。憎むべき敵の指導者の裁判を重視することによって起こされた熱狂した感情は世界連合の根本条件を考慮する余地をほとんど残さないものである。一つの些細なこと、すなわち裁判があまりに強調されることによって平和の真の条件に対する民衆の理解は増進することなく、むしろかえって混乱させられるであろう。このように言われたのもおそらく正しいであろう。この恐怖をもたらした疑惑と恐れ、無知と貪欲を克服する道を発見するために、平和を望む大衆が費やそうとする尊い、わずかな思いを裁判が使い果たしてしまうことは許されるべきではない。感情的な一般論の言葉を用いた検察側の報復的な演説口調の主張は教育的というよりはむしろ工業的なものであった。おそらく敗戦国の指導者だけが責任があったのではないという可能性を本裁判所は全然無視してはならない。指導者の罪は単におそらく妄想に基づいた彼らの誤解に過ぎなかったかもしれない。かような妄想は自己中心のものに過ぎなかったかもしれない。しかしそのような自己中心の妄想であるとしても、かような妄想は至るところの人心に深く染み込んだものであるという事実を看過することはできない。まさに次の言葉の通りである。
時が熱狂と偏見を和らげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神はその秤を平行に保ちながら、過去の懲罰の多くにそのところを変えることを要求するであろう。